はい、もうあの時代は平成で、もう平成も終わりますから、どんどん先行く僕たちの思考もね、信仰も先行かなきゃいけないですね。霊の民としてね、神の民としていきます。はい、今日の説教は、今日皆さん進んでるところですね、サムエル記、獅子の時代が終わって今度統一国家になってきます。これはイスラエルの話です。日本の統一国家じゃなくてエルサレムの話なんですね。遠い地球の裏側、中東のお話でございます。で、主人公シリーズとして、今日はサウル王ですね、初代サウル王のお話なんですが、タイトルをつけさせていただくと、今日ね、川口さんの証につながっ、いや、川口さんの証からつながって悔い改めの大切さというところから学んでいきたいと思うんですね。はい、では皆さんで一緒に御言葉を読んでいきたいと思います。では皆さんよろしいでしょうか。3、はい。ペリシテ人もイスラエル人と戦うために集まった。戦車3万、騎兵6千、それに胸の砂のように多い民であった。彼らは登ってきてベテアベルの東ミクマスに陣を敷いた。イスラエルの人々は神がひどく圧迫されて自分たちが危険なのを見た。そこでオラオラが奥まったところ、岩間地下室水の中の中に隠れた。またアラベフィル人はヨルダン川を渡ってガドとヨルダンの地へ行った。サウルは川をギルガルにとどまり、神は皆震えながら彼に従っていた。サウルはサムエルが備えた日によって7日間もあったが、サムエルはギルガルに来なかった。それで民は彼らを離れて散っていこうとした。そこでサウルは全焼の生贄と和解の生贄を私のところに持ってきなさいと言った。こうして彼らは全焼の生贄を捧げた。ちょうど彼が現象の家に押さえ終わったとき、サムエルがやってきた。サウルは彼を迎えに出て挨拶した。サムエルは言った。あなたは何ということをしたのか。サウルは答えた。神が私から挨拶を聞こうとし、ただあなたの捧げられた身をお見えならず、ペリシテ人がミクマスに集まったのを見ながらです。何にもペリシテ人がギルガルの私のところに向かって来ようとしているのに、私はまだ主に反感していないと考え、思い切って全焼の生贄を捧げたのです。サムエルはサウルに言った。あなたは愚かなことをしたものだ。あなたの中に主が命じた命令を守らなかった。主は今イスラエルにあなたの王国を永遠に確立されたであろうに、今はあなたの王国は主はご自分の心にかなう人を求め、主はその人をご自分のための苦しみに命じておられる。あなたが主の命じられたことを守らないからだ。アーメン。はい、ここまでです。今日悔い改めについてお話ししたいんですけども、聖書の中っていうのはね、主人公がたくさん出てきます。で、主人公で、見ていくには、成功した人、失敗した人、最後まで走り抜いた人、最後まで走れなかった人、これ赤裸々にですね、なんで失敗したのか、そこまで書いてあるんですね。今日は残念ながら、残念な人、不安定な安定を欠いてしまった人のお話なんです。でも聖書は赤裸々になぜそんな失敗書いてるかというと、我々のためだって書いてあるんですよ。昔書かれたことは私たちのために書かれているんだって書いてある。で、失敗から学ぶんですよね。そして歴史もそうですよ。歴史は繰り返される。失敗から学ばないから同じ失敗を繰り返して、紛争が起こり、戦争が起こり、ね、いくんです。で、皆さんね、前にも言いました、今ずっと言ってるのは、悔い改める、神様に対して私は罪人でした、ね、私は、ね、神の前には本当に罪人ですと、いや人の前にも罪人ですと、分かりやすい、ヤクザやってた犯罪者、ね、なぜ日本人が 罪人ですって言われて、俺は犯罪者じゃねえよって言って罪の基準がないのか、これは聖書という、ね、基準がないからです。
聖書が、ね、世界に、ね、いやもうこの世の中にわたって罪という基準なんです、ね、基準がなかったら何が基準か分かんないでしょ。血液検査したってヘモグロビンなんだっけ、ヘモグロビンが多いとか少ないとか白血球が多いとか少ないとかって基準があるから分かるんだよ。そうでしょ。採血して糖尿が高いとかね、基準があるから。でも罪に対しての基準っていうのは法律しか分かんないわけ。日本人は特に聖書を知らないから、ね、罪を犯せなかったらいい。これは立法の世界なんだよ。で木にぶつかるパリサイ人っていうあのことわざがあったんだって。なんでかっていうとね、パリサイ人が歩いてて綺麗な女性が前から歩いてきて、ねみね、あの見てはいけないと思って目つぶったんだって。で木にぶつかっちゃう、ね、イエス様もね、情欲を見て女をね、あの俺の目がね、透明人間のようにこう透かして神通力のように女の裸を見るって見たら罪なんだこれ、ね、あるいは必要以上に、ね、誰かを蹴落としてでも金を儲けようと、あるいは誰かを不幸にして覚醒剤を、まあ、私もね言ったから言うんだけど売って誰かが、ね、僕はねでも基準が分からなかった。覚醒剤という欲求を満たしてあげる俺はスーパーヒーローだみたいなね、俺が提供してあげてるんだみたいな、俺は幸せにしてやってるんだと思うんだけども、でまだ家族がいない人がいるっていうのも、でもその人はずっとやめられずにずっと過ごさなきゃいけなくなっちゃうんだよ。あるいは家族がいれば、ね、家族はもう疲弊して、ねまあね、そういう施設に行ってれば、まあ、真面目な仕事をしながらも覚醒剤やってる人たちにも、まあ、実はいたけど、そういう人に僕はやってたんだから、家族にとっては僕は本当悪魔みたいな人ですよ。でも基準が分からなかった。捕まらなければいいやってね、罪の基準が分からなかったね。基準というのは聖書にある、思っただけの罪だよって言うんですから、これを清めなんですね。で清いものしか罪が分からない。聖霊、内なる神の聖霊によらなければ僕たちは罪という警笛にはならないんです。でもなんでこれは私は罪だなって思った、で神様ごめんなさいって、これが悔い改めです。で悔い改めたってことは神がその人に働いてるってことだから、そのことを僕たちがあいつが悔い改めるのが遅いとかね、どうせまた罪を犯すんだとかね、蔑んだ時点で私たちは裁かれます。なぜなら自分が神になっているから。神の代わりにあいつが悔い改め形だけだよと、ね、そう、もし悔い改めた人を蔑むんであれば自分が神になるんです。私で年始の指標節句にありましたね、裁く者が裁かれるんですね、ね、あなたは裁いてはいけませんね、裁くあなたが裁かれるんですよ、ね、そういうことなんです。で今日はこのサウルなんですけども、主に選ばれて神に愛され神に選ばれたこの初代サウル王という人は聖霊のバプテスマを受けてますね。倒れて預言して、異言を語りね、そして全く新しい人に変えられたって聖書は言っているにもかかわらず、彼は安定を欠いた人になります。これはね、恐れからです。恐れから来る、そして妬み、恐れと妬みでダビデというね、次の王様というか自分の家来に嫉妬と妬み、それで、疑心暗鬼になり彼を亡き者にしようというね、もうそういう人になってくるんですけれども、このサウル王がね、まず最初に大きな間違いを犯したのが今日読んだところです。で、この時代はね、王様と祭司、要するに神様と人との間に立つ祭司ね、祭司ですよね、祭司日本で言ったらこういう人、お祓いね、そういう人ね、ちょっと違うそう、分業です。王であって祭司は
マタイの福音書の一章の一節になったら分かるんです。これが新約の流れで、聖書全体の3人にまとめる3大ヒーローは誰かって言ったら、アブラハム、ダビデ、キリストなんです。これが聖書全巻、旧約新約を貫いてね、ベスト3というか、まあ、これ聖書は言ってる、これはダビデもアブラハムも、アブラハムの血筋の中からダビデが生まれ、ダビデのその彦星というか、その子孫からイエス・キリストが生まれるよということなんです。でもこの3人だけが王であって祭司なんです。あとはみんな分業です。王と祭司は別々の人ね、別々の時代です。もちろんね、いいですか。はい。そしてこのね、この状況っていうのはね、ペリシテ人というね、隣の国、今のねガザとか中東のね、ガザ地区でしょ、ガザ地区沿岸地帯を治めていたその異邦の民たちがね、イスラエルという国を、今もそうだけどね、もう抑圧してた、もう半分ほとんど支配してたね。その時に、まあ、サウルという王様が立てられ、ね、よし、俺たちは脱会するぞと、ね、戦争というか、まあ、この支配から脱却するぞって言って、軍隊を引いて戦っている時です。そして、ここにあるように、ね、6節見てください。イスラエルの人々は民がひどく圧迫されて、自分たちが危険なのを見た。そこでホラー穴や奥まったところに隠れた。ね、で7節ね、またヘブル人はヨルダン川を渡ってゲルトに行って、サウルはなおもギルガルにとどまって、民は皆、戦士たちも震えながらサウル彼に従ってた。要するにもう戦意喪失して、ね、この戦争勝てないんじゃないか、でも王様サウルに逆らったらね、もう逆らえないしね、戦線離脱するわけもねえしみたいな。だけども、ここでサウルはサムエルの定めた日によって7日間待ったって。7日間待てよ。この時の時代っていうのはね、特にもう今から言うと3000年前の話です。この話は3000年前の話ですから、戦争と宗教というのは一体です。日本だってたった戦国時代だってね、呪いをかけてから戦国時代はね、戦争したんですよ。あの戦国時代だってもうね、宗教とか呪いとかお祓いとかも一体ですから。でもう戦局はもうまずいと、危険だと言って、サムエルじゃなくて、そのサウルたち、イスラエルの人たちは同じようにね、契約なく持ってこいとかやるわけですよ。でも預言者サムエルを呼んでもらって、生贄を捧げて礼拝をして、そして戦局を打破しようとしたんです。その時の約束が10章のどこだっけ、8節、10章の8節ってあります？ないね。あ、ないなら10章の8節、9節、8節ね、まあまあいいです。あのね、この約束があって、ちょっと待って、あのね、約束なんですよ。サウルがね、来てくださいね、この戦場に来てくださいねっていう、その約束するときに1週間待てよと言ったんです。で、1週間7日間待ったんです。見事はちょっと戻ってもらっていい、待ったんですよ。ということはですよ、皆さんちょっとよく考えてみてください。7日待てよって言ったんですから、待ったんです、約束を守ったんです。サウルも民も戦場の戦士たちもね、7日間待って、じゃあ約束は8日目の24時間じゃない、8日目の24時間なのに、24時間待たずにサウルは祭司がするべき生贄を捧げたんです。これ越権行為です。約束を破ったんです。祭司しかできないものをサウルがやってしまった。で、サウルはね、いろんな言い訳をします。もちろん言い訳というか、ここに書いてある通りに、民はもうビビってもうね、帰りたくてしょうがないんだと、
このまんまね礼拝しなかったら、神の臨在がなかったら、もう僕たち負けちゃうからね、帰っちゃう。あなたの約束通り7日間待ったんです。ということは8日目に来るって約束ですよね。でも彼らはサウルをはじめ1日24時間の約束を待ってなかったんですよ。こんな経験っていうのは皆さんねあると思うんですよ。もうちょっと待ってれば、あの金山の話もよくありますよね、アメリカのね金山ね。で何年も何年も掘って掘ってもう諦めたって、じゃあこの権利を売った次の人が、あすぐ出たみたいなね、忍耐信仰生活も同じですよ。だから決めたこと最後までやり通す、これがまず最初の訓練というか、まあ、リーダーシップで、もちろん私も教わりましたし教えてますし、それがまた一つのやり解けるというね、信仰もそうですよね。最後まで信じ切っていく人たちが手に返っている。でこれがまた一つの訓練なんですね、待つこと。で今特にまた待てない時代ですよ、ね、もうメールがすぐ返ってこなかったら、あ俺嫌われたのかなって気が LINE がね、LINE 民とかって言うらしいですね。 LINE がちょっと既読無視かよ、もう見れば見るけど、あの例えばですよ、ちゃんとまともに返さなきゃいけないけど、僕も今じゃあちょっと誰かと会ってるんで、ちょっとじゃあ時間が空いた時に出さなきゃいけないと思っても、相手はもうすぐに不安になってる、既読になればみたいな。自分思考、自分の都合思考というか、もう待てないですよ。ワンクリックでもうすぐね、もうだから私もブログを十何年前に初めて伝道しようと思うのにね、あまりスクロールしない一画面で読める、そういうのも心がけた。なぜかというと読んでもらいたいから、見てもらいたいから、長いのはね読まないでしょ。だからそういう一応は気を使いながらやりました。今待てない時代ね、人の都合で待ってあげるってことができない時代ですよね。逆を言えばですね、この間の待つことというか、と神様が閉ざしてね、大きな祝福をもらうときもあるんです、逆を言えば。でも、前にね、あの今乗ってる車は6年目です。で、来年また7年目の3回目の車検が来るんですけど、その時ね、あの僕ね、日産で100万ぐらいはローンは組めたんだけど、ホンダで組めなかったわけですよ。で、え、ローン組めないのみたいな、みたいな。で、もういくらいくらって言ってね、日産に行って、あとで、まあいろいろこうね調べた結果ね、結局中古買っても中古の燃費ってすごく悪いじゃないですか。だから新車を買ってね、あのクラスのその8人乗りで新車の方が低燃費車ですごくこう結局乗り続けるんであれば、ガソリン代でローンが払えるよというような計算までして、でじゃあ意気揚々と日産で、日産の知り合いがいたわけですよ、行った。で新車で330万ぐらいのやつを250万で落としてくれた。わーお、やったーと思ったらローンが通らない、みたいな。でその新車のための、まあ、頭金として、80万ぐらい協会と刑務所年度と、まあ、私が出したお金とであった80万ぐらい、あとどうすんのよみたいな。ホンダにも行ったね、もうちょっと頭をもうちょっとお金を積んでくれたら、あの行くかも行けるかもしれませんと言った、祈りました。そして100万円、50万円って、金が届き、現金でローンを払うしないで買えたんですよね。もしローンが通ってですよ、ローンで買っていたとしたら金利も払わなければならない、ね、大変なことになった。でもそのことによって、で残りというか
はなんかね10万だか20万をわざとローンにしたんです。そしてあのローンを通るようにしましょうと。そうすると250万の車を買ったっていう実績がありますってっていう知恵をいただいて16万ぐらいのお金をローンしたんです。そしたらもうどんなローンでも取るようになったんですね。だから買えなくてよかったんですよ。だからその、 あの神様のゴッドタイミング、グッドタイミングでゴッドタイミングっていうのがあるんですね。でも何かにつけて待てないと自分の力で自分のスキルで自分の持ってるもので、ね、何かをやろうとするときに神様がやろうと神様が計画しているものに対して僕たちが慌てて何かを、僕もねもう超せっかちじゃない、皆さん知ってると思うけど中野先生よりはまあせっかちじゃないかなと思うんだけどね、一切乗ってても車乗っても車間距離が空きすぎてるとか、次こあの追い越せるよとかね、横でうるさいなあの人が、それくらいね僕もせっかち、僕はもう一応ねもうね運転手のつもりでね、親分乗っけてるような感じで中野先生乗っけて、ね、もうそそがってはいけないと思いながらちゃんと静かな運転してるのに、もうもうちょっと遅いな、もう先行きなさいとか、まあ、車間距離が多いとか、もううるさいそうすっげえせっかちだ、せっかちの俺がせっかちだって思うんだ。だけどもね、そのせっかちな私でも神様の声に聞くってことが大事なんですよ。で待つ、でもちろんね感覚的な人で、中野先生も私も感覚的なことでインスピレーションの人だから、確かにそのゴーな時に、そのタイミングを逸するとねいけない、その本当に神様の声、聖霊なる神の声を聞くことが大事なんです。で自分でなんこれはできると思った時のこと、皆さんだから聖書を読むってことを心がけてほしいんです。聖書は予言でしょ、これから起こることを書いてるし、ね、あなたに必要なものが、ね、与えられる、これは、ね、神様に聞くってこと、読むってこと、神様がもうすでに与えた、ね、全てのリソース、全ての知恵をここに集めた、これを読むことによって僕たちは神の声を聞くっていうことなんですね。まあ、ちょっとサウルの話に戻って、サウルも結局7日に約束を守ったけど、じゃあ約束は8日目だから24時間あるんですよ。それでサウルが来なかったら、サムエルが来なかったら約束を破ったってことですから、それでもですよ、9日の目にサムサイシーさんが来てくださらなかったから、じゃあ私が生贄を捧げますって捧げちゃいけないんですよね。ダメなもんはダメなんです。ダメなもんはダメだっていう教育もすごく必要だと思います。ダメなもんはダメなんだって分かってたらヤクザはやらないの犯罪は犯罪だって分かってやってるからヤクザなんですよ。バレなきゃいい私はそうです、もう口癖がバレなきゃいい捕まったら正々堂々刑務所行きます、開き直ってやってるんですよ。罪の基準が分かんない、壊れてるんです、しょうがない。でもこれは今神様と会って変えられて、ね、ダメなんだダメなんだって、ね、子供の時からダメなんだダメなんだってやっぱり言う、ね、うん、そうでしょ、ここでもダメなんだダメなんだ、ね、ね、好きにここで住み込み一生懸命やってるひろきだって今もう2回目でね、もう今本当に自ら自分でやることやって、ね、もう目かけないって、ここに行くとこなくてここに来てね、でも好きなようにやりたいんだって、ここの門限もあるんだ、ルールもあるんだって、守らないんだ、好きに行きたかったら別に 僕たちはここにね行ってもらいたいけど、いさせて、ね、あ、なんていうの、無理して いてもらってるわけじゃない、ね、やはり訓練も必要です。ダメなのダメ、うん、でサウルは結局自分で捧げ物をしてしまいました。自分がやってはいけないことをやった。彼の心の中にいっぱい言い訳があります。このまま礼拝をしなければ私たちの軍隊はバラバラに帰ってしまいますって、
僕たちも何かをやるときにいろんな言い訳が、なんかミニストに神の働きをするときには何が足りない、これが足りない、あいつが言うこと聞かない、あいつが裏切った、悪い噂が飛び立ったね、いろんな噂で、あるいはいろんな考えの中で、言い訳の中でやらないこともできます。やりながらも言い訳を考えてもいつやめようかな。教会を始めてやめることっていうのはね、実際ね、まあ娘が死んだ時以外は考えたことないですよ。でも閉じなきゃいけないから、あるいは誰かに任せなきゃいけないから初めて考えました。いろんな理由がある、いろんな。ミニストリーやってたら別に教会改革だけじゃなくて、自分の任されてるミニストリーの中でね、いろんな言い訳が出てきます。サウルのこのまま礼拝しなかったら民は散っていってしまうから、私が生贄を捧げたんです、ダメなものをやってしまう、神に逆らう結局行為をしてしまうんです。この時にサムエルはやってきて、8日目にちゃんと約束通りやってきたんです。何時かは書いてないけど、夕方だったかもしれません、昼だったかもしれません。でもその前に8日目に24時間待たなければならなかったのに、彼はやってしまったんですよ。サムエルはこう言いましたよね、あなたの子が立たないって。この時にですよ、私がこのところを読んで思ったのは、誰だって失敗もあるじゃないですかね。これ新約聖書の時代だったら、サウルはもうちょっと聖霊によってね、失敗も犯さなかったかもしれないし、失敗を犯した後も悔い改めることもできたんですよ。彼がこの時にしっかりとした悔い改めはしていませんよ。自分の面目を保つばっかりに、サムエルさん一緒に帰ってくださいってね、自分の立場を守るためにばっかりサムエルを利用します。祭司を利用します。今で言ったら牧師を利用するかもしれない。自分の面目、自分の悔い改めをそっちのけにして、自分が自分のこの立場を守るために一緒にいてください、こう言ってください、ああ言ってください、ね、そしてその後に15章に入ってこういうことを犯すんですよ。皆さんよく知ってますよね、15章あります。15章サムエルはサウルに言った、主は私を使わしてあなたに油を注ぎ、その民イスラエルの王とされた。今主の言われることを聞きなさい。こっからなんですけども、まあ、ここちょっと僕は読みますね。万軍の主はこう仰せられる、私はイスラエルがエジプトから登ってくる途中、アマレク人ね、イスラエルにしたことを罰する、今言ってアマレク人を撃って、その全てのものを聖絶皆殺しにしろって言ったの。男も女もロバもラクダも聖絶しろ、容赦してはならない、女も子供も男も女も子供も血の身も牛も羊もラクダもロバも殺せ。そこでサウルは民を呼び集めた。テライムで彼らを数えると歩兵が20万、ユダの兵士が1万であった。サウルはアマレクの町へ行って谷で待ち伏せた。サウルはケニ人たちに言った、さああなたはアマレクの人の中から離れて行っていきなさい、あなたは私があなたと彼らと一緒にするといけないから、あなた方はイスラエルの民がエジプトから登ってくるときに彼らに親切にしてくれたのです。そこでケニ人はアマレク人の中から離れた。サウルはハビラからエジプトの東にあるシルの方のアマレク人を撃ち、アマレク人の王アガクを生け捕りにし、その民を残らず剣の刃で凌絶した。しかしサウルと彼の民はアガクとそれに肥えた羊や牛の最も良いもの、子羊と全ての最も良いものを惜しみ、これらを凌絶するのを好まず、ただつまらない値打ちのないものだけを凌絶した。その時サムエルに次の主の言葉があった、私はサウルを王に任じたことを悔いる、彼は私に背を向け私の言葉を守らなかったからだ。それでサムエルは怒り夜通し主に向かって叫んだ。
これね、ちょっと今日初めて来る人とかね、中東のね、戦争の仕方って皆殺しです。で、これがなんか女も子供もって、もうこれはひどいんじゃないかって言うんですけど、これ罪として読むんです。罪として男も女も血のみごも、要するに子供たちも成長して、その当時の宗教っていうのはとんでもない、人をね、生贄に捧げたり、ね、するような宗教だったんです。だからそういう宗、その風習を持っている人たちを生かすってことは、でもこの歴史はね、実際に生かしていたから、イスラエル人は何度も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 絶滅の危機にさらされるんですよ。はい。でここは神様が敵のね、アマレク人を全部殺せ、ラクダも家畜も全部殺せって、それに対してサウルは王様は生け捕りにし、ね、ラクダもいいものはみんな残しておいた。神様がしろってことをするんですよ。なぜ why 理由なんかないんですよ。まあ理由あるよ。これね、私はね、アブラハムを思い出しました。アブラハムは自分の子供を捧げろって時に捧げたんですよ。パウロによればアブラハムは自分の息子を復活させてくださるって信じたからやったと言うけどね、つまらないものだけを成立した。僕たちの捧げ物はどうでしょうか。ホームレス伝道しているね、あのトポスの人たちね、段ボールで来て開けて中古の服、ね、洋服はみんな廃棄してます。ホームレスに与える服も全部新品ですよ。僕たちも神様に捧げるものは、まあ、もちろん、まあ、うちの経済状況の中で、ね、中古だってありがたくいただいてそれを捧げる時もありますけど、神様に捧げるものね、は余り物でいいとか、使い古しでいいとかっていうことをね、僕たちもしないように。そして初なり、初物、神様に捧げるものは11分の1の捧げ物と同じようにね、僕たちが使う前に神様に捧げる、そういう気持ちですよね。誠実しろってことは富とか名誉とか神様以外の自分にね、とって有益なっていうか、プラスになるような、そういうもの。もうここは、イスラエルの民を、いや、サウルをしっかりと試したことなんですよね。ちゃんと言うことを聞くか。分取り物をね、取っていい時だってあるんですよ。不思議なんだよね。分取り物を取っていい時なの。だけども、取ってはいけない、全部もう燃やしてしまいなさい、捨ててしまいなさいって神様が言う時に、目の前、僕たちも同じですよ。1億円そこにあって、神様がそれを取ってはいけない、ね、寄付してはいけない、毒に捨てろ、イエーイ。いやいや、そんな言うのも今で言ったら、現在の貨幣たちに言ったらね。でそれをしなかったんです。なんでこんなことが、ね、ちょっと今現代風に言ったけどもね、神様より大事なものを持ってはいけないってことなんだ。これを偶像礼拝と言うんですよ。だからアブラハムが自分の子供を捧げろって神様に言ったのは、お前の息子が偶像なんだって言ってんだよ。だからそれを捧げたから神の友になったんだよ。偶像礼拝って何、むさぼりだって。神よりも大切なもの、このね、このあとこれね、僕たちに流れている聖書の真理なんです。クリスチャンがここを覚えなきゃいけないんです。するとサムエルは言った。主、神ね、主っていうのは神、神は神の御声に聞き従うほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。誠に背くことは
占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉をのけたので、主もあなたを追いかけられた。ああ、私もね、あのクリスチャンになる前は、まあ人相だ、あ手相だね、行きましたよ。でも聖書を知ってから、これはもう悪霊によるね、悪霊も霊ですから、霊的な存在ですから、ちょっと先のことが分かる。神様に尋ねないで前のこと、その先のことが分かるということは、悪霊が神様のところに行かせないとして、ね、もうまさにね、占い、偶像礼拝の罪ってこれね、一番強いですね。で、まあ、ちょっとした経験から言うとですね、占いの例が一番厄介、占いにどっぷりはまってる人で、占いの先生とかもね、来たり、いますけど、もう本当に結びつきが強いです、あの悪霊と。それを本当にね、あの僕たちは縁を結んじゃいけない。クリスチャンになったアマレク人のように全部成立しなきゃいけない。これはね、聖書は皆殺し、ね、これは罪との決別を意味していることを僕たちに悟らなければいけません、ね、で、私が今日言いたいのは、1回目の、ね、サムエルを待ちきれなくて生贄を捧げた時にしっかり悔い改めていたら、神様に対してもう一度罪を犯すっていうことはなかったと思いますよ。そして目の前にある富を惜しむこともなかったと思います。神様の祝福を私たち自分自身で油注ぎに傘を差すのは罪という傘ですよ。僕たちがね、油注ぎを受けたいなら、悔い改めというね、ことによって傘を閉じて神の愛を、神の油注ぎを受けなければなりません。その油注ぎがなくなった時に、サウルは安定を欠いた人になりました。ダビデに対して信頼することができなくなりました。愛することができなくなりました。疑ってばっかりいて、しまいには殺してやろうって何度も何度も殺そうとします。そうした安定を欠いたサウルは、神様の声に聞き従わなかったということから始まったんですよ。僕たちだって失敗します。サウロの時代と違います。なぜならサウロの失敗も同じような失敗を私たちがした時に、私たちには救いがあります。何ですか？これです。取り返しのつかない罪を背負ってイエス・キリストは死なれました。サムエルよりもひどい罪でも、私も今死刑囚とか無期懲役の人間といつも文通したり面会したりしてますけど、取り返しのつかない殺人をしたって彼らは危機としてますよ。もちろん悔い改めてね、危機としてるって言ったらちょっとなんかあーっとなるかもしれないけど、本当に悔い改めるっていうのはこういうことなんだって、もう外に出られないけれども、彼らは命を命拾いして死んだら天国に行ける、こんな何もしない人を殺してね、世の中のために一つも役立ったこともないけどね、愛によって一方的に許されたっていう命は輝いてるんだ。これは恵みって言うんだよ。無条件っていう、何もしてない。私たち一緒でしょ。刑務所に皆さん入ってない人が多いけど、入ってる人も何人もいるけど、まあいいけど、何にも世の中に貢献してないのに、一方的な十字架と復活の命をもらって教会に来て洗礼を受けて、ハレルヤーって言ってるんでしょ。その後にその愛に応えて奉仕したさせてくださいって言って、その愛があふれてみんな喜んで奉仕してるんじゃないですか。
命が喜ぶっていうのはね、やっぱり神の一方的な無条件の愛を受けた時に命が生き返るんだ。喜びが湧き上がるんだ。生きてる意味を見出すことができるんだね。自分ファーストで生きた人間が、ね、神の愛に触れた時は、ね、流すものなんですよ。愛して許して立て上げて、ね、その愛を受けなければそうならない。サウルがもしこの時代に生きていたら、取り返しのつかない罪もイエス様が負ってくださったんで、必ず復活だったはずです。ダビデも同じです。バテシマ事件の後にも必ずもっといい王様だと思います。刈り取り罪だけではないよ。呪いも引き受けた。トガも、トガっていうのは罪に対する罰則です。それも引き受けたんです。そして弓が言ったように地獄黄泉に下ってくださった。だから僕たちは黄泉に下ることはないんでしょ。そして3日目によみがえったってことは、僕たちが毎日毎日、ね、不安に思っている死、自分は死んだらどこに行くんだろうか、死んだらどうなるんだろうかって漠然としたこの不安を取り除いたのは復活です。これによって僕たちは生きるからこそ、そのすごいね、棚ぼたの、ね、命をもらった。だからこそね、だからこそ大事に生きる、だからこそ愛して生きる、だからこそ自分の罪に対しては悔い改めて生きるってことが大事なんです。罪を犯さないでね、クリスチャンだって、ね、罪を犯し続けて生きるんですよ。心の中でね、あの野郎この野郎ぶっ殺してやるとかね思うんだ。もうぶっ殺してるとは思わないけど、この野郎って思うでしょ。それだって罪ですよ。電車で足踏まれりゃこの野郎と思いますよ。私も罪ですよ。まだあんまり治ってねえなみたいな。だけどそれも罪だって僕がね、自分自身で気づくっていうのを、内なる御霊のおかげですよ。聖霊によって自分の罪を本当に感じることができて、悔い改めることができるっていうのは恵みなんです。だから悔い改めてるっていうんだったら、その人のことをいたわってあげてほしいんです。悔い改めて帰ってきたら、ね、許してあげてほしいんです、ね、生き直すチャンスですから。イエス様の十字架と復活は、ね、夢物語じゃありません。自分の人生に関わって生き生きと自分の人生変えられていく本質ですから、それを本当にね、掴んで帰ってほしいと思います。お祈りします。神様、第1コリント13章の5節には、あなた方は信仰に立っているか自分自身を吟味しなさいって書いてあります。神様、自分自身を